さあ大覇王バーサス超、しかし白龍に対してもプレッシャーはある。開幕当て身見てしまう。さあ白龍じゃ気持ちが硬いか。さあ後ろ投げを取ってダウン投げ入らず、さあビルジードストレート壁際に運ぶ。これでまだ追いつかない。3発 KO。 さあこれがバーチャルだ。どんなキャラでも3発入ってしまえば落ちまう。さあ下げていく取る。で肘、さあ待って待ってアッパー投げ。さあ膝、さあパー、下下パン。さあカウンターなんで投げがつながる。さあ BK、 そっからアッパー、もろた。ここで置く。さあ、マルスケアオイが一本取り返す。さあ、ピーピー、打ち切って、確定入れられず。エイヤと言って、下番3。そして、当て身見てから肘を言う。さあ、アッパー入る。下番、膝が崩れ落ちて、さあ、マルスケリーチ。あるのか、マルスケ二立て。さあ、サディスティックが通る。下アッパー、下パン、下パン、下パン、どうすんの。さあ少しだけダウン。さあ下、さあこっからこれはミドル、手を出せない。アッパーミスる。さあカウンターまでつながる。さあ危ない危ない。さあなんとか取り返す。さあ、アッパー当たりまくり。そろそろ下パン。さあ、カウンターで当たりまくる。いや、いけり。打ち切って、白龍取り返す。さあ、そしてシャークが出るか、ロコが出るか。さあ、団員の話以上に追い込まれてました、白龍ジャッキ。危ない、危ない。さあロコ、ロコのジャン。さあ今回ついにと言うべきか、カブファーストがアトランタ大会来てくれました。さあもう1チームのカブチームは1回戦突破してますからね。ここでロコも頑張ってほしい。さあステージがハーフフェンス。さあ中堅対決。さあ両者ともに強力なキャラを最初に据えてるんで、そこは思い切って見せてほしい。さあきっちり拾って、先手は白龍か。さあ前転下パン当たらず。さあビートを